はい、皆さんこんにちは。おトマトです。いかがお過ごしですか？私は元気でやっております。ちょっとね、暑さに、少しピーク過ぎたんじゃないかなと思います。陰りが見られるような感じがします。と秋の気配をね、ちょっと感じたりしてます。そうは言ってもね、残暑まだまだ続きますので、やっぱり夏のあのファッションのままなんですけれども、そろそろね、秋の気配を感じながらファッションのコーデも考えていかなきゃなと思っております。今日は、先日ですね、ザラも見たいなってことで、ザラでも、お買い得になってるパンツとかを買ってきましたので、今日はザラのセール購入品をまた紹介したいと思います。後で、コーデをしてみますので、またよろしかったら最後まで、ご覧ください。はい、まずはですね、購入品1点目なんですけれども、もうね、なんかここちょっとね、2、3年ぐらい、可愛いパフスリーブとかお袖が可愛いものに、なんかどうしても惹かれちゃって買っちゃうんですね。もう夏も終わるというにもかかわらず、ちょっとね、こんな可愛いの買ってきました。ちょっとわかりますでしょうか。ここのね、袖が、2段になっているオーガンジーっていうかね、そういうふうな生地で、あと他はですね、T シャツの滑らかな肌触りの T シャツです、ね、このお袖がね、なんか可愛くって、なんかウェディングドレスみたいな感じ何言ってんだ、はい、ということでね、肩がですね、面白いことにギャザーが入ってるんです ね。そしてですね、長さがですね、これ見て分かりますでしょうか。クロップト丈っていうか短いんですね。なのでこれちょっとね、インするには少し手を上げたりするとお腹が出ちゃうっていうぐらい、クロップド丈なので、インせずにオーバーブラウス的に着る、T シャツなのかなっていうふうに思ってますね。その試着した時はね、こう暑い日でこうクロップド丈で、すごくね、涼しかったんですよ。ここは中でスースーして、お腹のとこスースーして風が入ってすごい涼しかったので、これ買っちゃいました。お値段またね、出しておりますので参考になさってください。はい、続きまして、あとね、パンツを2つ買ったんですね。それも同じものを色違いで買っちゃったんです。何かと申しますとね、こういったツイードのような素材の、夏の素材のこういうね、完全な分子ではない織物ですね。はい、これパンツです。裾がね、このぐらい折り上げになってるんですね。そして、ウエストはね、全部こういったゴムなんですね。ゴムです。ゴムが入ってます。そしてセンタープレスが入っていて、下に行くに従って、こうテーパードみたいに少しね、細くなってるんですね。そしてね、これ私の下半身デブなんですけれども、これがですね、すごくスラッと見えなんかスラッと見えまして、錯覚ですけど、スラッと見える、こう細見えするパンツだなと思ってですね、これ試着して、真っ先にこれは買うべきだと思って買ったんですね。これも安くなっていましたので、これ後でね、着た感じを見せますので、ちょっとこれだけだとわからないと思います。でもね、この裾がね、大きく折り返しになっている、このデザインが特徴だと思います。そして同じくですね、同じものです。同じパンツで、これがですね、こういうちょっと、ピンクっぽい、ちょっとだけ渋めの可愛いくすみピンクというか、そういう感じですね。織物なので、なんかこうきちんと感が出るっていうか、カジュアルにも、着れるし、きちんとしたオフィスコーデにもなるかなと思って、2本、細く見えるのでちょっとね、2本調子に乗って買っちゃいました。この今日はですね、ザラのセール品3点を使って、私が今年買ったセール品とか含めて持ってるもので、
ちょっとコーディネートをしてみたいと思いますので、よかったらご覧ください。はい、それでは今回買いましたザラのトップスに、ユニクロのスラウチテーパードジーンズを合わせています。ちょっとね、やっぱりね、トップスが可愛すぎるので、ジーンズでね、ちょっと外すというか、あんまり可愛すぎないように、しています。そしてシューズはですね、GU で買いました。ナロベルトサンダル、購入時は1490円です。今オンラインであるかどうかちょっと分かりませんけれども、店舗にはね、あるかもしれません。ザラのバッグも今季買ったものです。で、ちょっとオンラインでね、今もあるかどうかっていうのは、ちょっと売り切れてることがね、割とあるので、ちょっと見てみてください。ごめんなさい。はい、今度はですね、ザラのスカート、ちょっとね、フラメンコのスカートのようなね、のスカートと合わせています。色がね、ちょっと秋っぽいっていう感じでね、フリルフリルで可愛いんですけれども、ちょっと色が渋めで、そしてサンダルでね、ちょっとあんまり可愛すぎるようにならないようにしていますね。それからザラの今季買ったバッグです。これもね、今オンラインであるかどうか分かりません。店舗で、まだあるかもしれません。すごくね、可愛いと思います。ちょっとスカートの色でね、秋らしい感じを出してみました。はい、続きましてですね、今回買った、細見えすると思ったパンツです。まあ、無難にね、白のさっきの可愛いフリルと合わせても、まあおかしくないかなって。その代わりちょっとね、パンプスをレオパード柄にして、そして、バッグをですね、黒にして、ちょっと大人っぽくしています。このバッグがですね、ディーホリックのチェーンバッグで、本革でしてね、非常にね、いいなと思って、後ろにもポケットが外にあります。でね、割とまあ入りますしね、チェーンがね、こう長くして、斜め掛けをすると私の太い太ももを隠せるようになってます。これおすすめです。楽天ルームに、ありますので、見てみてください。これね、いいですよね。太い太ももを隠すという意味でね、最近はこういうバッグが流行っていますので、このバッグもね、すごくおすすめです。このパンツはですね、もう紺色ですので、まあもうネイビーね、紺色同士で合わせると、もう本当にこうお仕事着にもなりますね。もう結構応用範囲広いんじゃないかなと思ってます。GU のシフォンフラットローファー1690円、先日動画出させていただきましたけれども、それと合わせていますね。なんかね、オフィスコーデっていう感じでね、十分お仕事に着ていけるかな。はい、続きましてですね、鮮やかなユナイテッドアローズグリーンレーベルラリアクシングの、去年買いましたブラウスと合わせています。どうしてもですね、ウエストがゴムなので隠したいということで、オーバーブラウスにして、けれども、ウェーブ型ですから、ちょっとね、ウエストマークしないで、そのまま着ちゃうとですね、バーバパパみたいな、ちょっとバーバパパみたいな感じになっちゃうので、どうしてもね、こうウエスト、マークをしてベルトを締めています。そしてやっぱりちょっとね、ベルトネイビー、そしてバッグと、靴でね、大人っぽく見えるように、ちょっとね、高見えするようにしています。こうやってやるとね、落ち着いて、きれいめコーデですよっていう感じでね、念押しができますので、いいですね。まあ、ベルトをしなくても、ほっそりとした人はオーバーブラウスで、下がね、シルエットが細くなるので、細い人はそれで全然大丈夫です。はい、続きましてはですね、もう今回 H&M で今季買いました、999円で買った綿のですね、パフスリーブのトップス。これもクロップド丈でオーバーで着れる分ですね。なので、このパンツはゴムですので、シャーリングっていう名前のね、ズボンだけあってゴムですので、そこをちょっとね、隠したいということでね、オーバーブラウス、これを使っています。まあ、可愛いですね。バッグもね、シルバーで、ユナイテッドアローズグリーンレーベルでね、可愛いです。
続きましてピンク色の方です。パンツ、まあ爽やかにね、 H&M の V ネックブラウス999円、これはねオンラインで、まだあると思います。これとね、とろみのあるちょっと素材でね、ちょっとこれオフィスコーデにもいいと思います。このブラウスね、まあピンク色というか、まあいい色ですよね。生地感がすごくちょっとトラッドっぽい感じなので、裾もね折り上げが大きくってくるぶしが見える丈なんで、結構ね割と何でも合わせやすいズボンだと思います。うん、こういう風にねするとシンプルで大人の上品カジュアルっていう感じ。そしてもう少しねカジュアルにしたかったら、ユニクロのコットンノースリーブティーですね。今日の段階で790円に値下げされてました。私が買った時は1000円だと思いますけれども、まあこれもねまだまだ暑いのでカジュアルに、着こなしたい時は、こういった感じで着ても面白いんじゃないかなって。 GU のね、ローファーが役に立ちます。こういうね大人カジュアルの時に、ローファーとかねいいですよね。ちょっとバッグ振り回さないでね。はい、そして黒と合わせてみましたね。ノースリーブでまだまだね暑いとはいえお店とかに入ると、寒かったりするので、バッグにねこうやってストールを結んでおくとバッグの中に入らなかったとしても持ち歩きができます。それからアクセントにもなるので、おしゃれなねいい柄とかを選んでアクセントにね実用も兼ねてこうやってショールをやっておくといいかもしれません。まあ、これもノースリーブなので、まあ、そう寒さの時の対策でっていうことでね、やっています。まあ、このパンツね、本当にね、色がね、すごくいいし、生地がね、もうちゃんとして高見えの生地なので、何にでも合わせられるかなと思って、秋口まで長く履けるんじゃないかなと思ってね、気に入って買ってよかったなと思っています、このパンツね。どうですか、皆さん。続きましてはですね、ザラの以前購入品の赤いニット、これね透けてるニットなんですけれども、まあこのねピンク色っていうことでね同系色で赤でちょっと大人なカジュアル、ちょっと派手めカジュアルっていうことで合わせてみました。これね結構空きが大きいので下にGU のちょっとねバックオープンのブラトップを着ております。白をね重ねています。本当にねちょっと動画ではわからないんですけどすごく透けるんですね。でも赤、合わせるこういう形も綺麗ですね。はい、今度はですね実はグレールっていうところでですね、これもプチプラブランドなんですけれども若い人対象のブランドですね。ロングシェアシャツワンピース1399円のを上にですねざっくりと合わせて赤のベルトをしています。そして、赤いバッグでちょっと統一してピンク色につなげるようにしています。まあ、ちょっとね後ろ襟を抜く形でそして大きく分けて、でお袖はですねちょっとこう螺旋状のヘアゴムでちょっと留めています。と言いますのもこれ0400%でちょっと折ってもねすぐ落ちてくるっていう形で決まらなかったのでヘアゴムを使ってちょっとねこうやってブラウジングというか袖もまくし上げています。後ろ襟抜いてかなり後ろに襟抜いてね、ちょっと着ています。ボタンはね一つしか留めていませんね。はい、そして前をはだけたらこんな感じね、ブラフィールバックオープンのキャミソールと、今回買ったパンツ重ねてます。でこれはねもうざっくりと羽織って前オープンに開いた状態でね、まあこういうのはこう羽織ったらかっこいいんでしょうね。まあこういう着方もねいいと思います。中が、キャミソールでもこういうシアー素材のね上の羽織物を羽織ると全然ね大人でも肌見せ OK。 はい、今日のコーディネートいかがでしたか。参考になったら嬉しいです。まだねなんか残暑がね
厳しいというふうに言われてますので、夏のおしゃれもちょっと秋を少しね感じさせるような、おしゃれもね、ちょっといろいろと、皆さんと一緒に楽しんでいきたいなと思っています。はい、私のチャンネルではこのように50歳以降の女性の、ファッションとかを、の情報をお届けしています。最近ねちょっとメイク動画やってないんですけれども、またね秋口になるとお肌のトラブルも出てくると思いますので、そういった動画もまたね作れたらなと思っております。今日の動画はこれで終わりです。ではまたの動画でお会いいたしましょう。またね、バイバイ。